ははいリスナーの皆様こんにちは加藤です前回のですね133番ですかね男性性女性性を豊かに育んでいくことそれからジェンダー意識の発達についてというね回 のラジオをいいいていただき、えー、どううもありがとうございます、えー、その回の中でですね、まあ、ちょっと私の方で説明不足だったかもしれないなと、ちょっと思った点をですね、今から1点目として補足をさせていただき、まあ、そして132番のサイケデリックセラピーのところですかね、まあ、サイケデリックセックスセラピーのところでも、まあ、ちょっとこう一つ、あのまあ、この点重要かもしれないなっていうね、えー 点を述べていいいいきたいなという,ふうに思いますでは、まず1点目ですね。えっと、133番の中では、まあ、ジェンダーの話と、それからセクシャルプレファレンスの話ですかね。まあ、性的指向性の話が出てたかと思います。まあ、ちょっとここ、私、言葉足らずだったかなと思ったのは、あのまあ、ジェンダーとセクシャルプレファレンス、まあ、概念上はこれ異なるものっていうね、話をしたかと思います。でちょっとそこで言葉足らずだったなと思っているのは、まあ、もちろんこの両者にはね、重なる部分ももちろんあるわけですね。 でまあ、基本的に例えばパスポートでジェンダーを書くときって、まあ、例えばこう男性とか、ね、女性、メール、フィーメールを選んだり、また近年においては、えー、LGBTQ。まあ、これらもくくりとしてはジェンダーのくくりなんですね。なので、まあ、男性、女性、LGBTQ ですね、えー。レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、それからまあクエスチョン、クエスチョニングかな。えー、これはジェンダーのくくりになります。 でもちろんここにもですね、まあ、セクシャルプレファレンスが、まあ、もうあの言葉からも連想されるなしその言葉の中にジェンダーの言葉の中に性的指向性も内包しているものっていうのはあのもちろんあるわけですね、まあ、それが何かというと、まあ、例えばもう男性となれば、えー、これは女性を例えば愛するで女性であれば例えばね男性を愛するレズビアンであれば、えー、女性が女性を愛するゲイであれば男性が男性をこう愛すると。 ねえー、バイセクシャルって言った場合にはあの男女どちらも愛せるっていうねもう性的指向性がここに内包されてるわけですよね。でトランスジェンダーに関しては、まあ、トランスジェンダーっていうのはね、えー、これ、えー、何だったかと言いますとこれは例えばあれですよね、えー、生まれた時、まあ、生まれた時に割り当てられたあ性別例えば、まあ、男性として男性器を持って生まれたけれども まあこれは育つ過程の中で、まあ、あるいはもう物心ついた時には男性気はあるけれども女性の心を持っている、ね、これはまた逆もしっかりですよね、まあ、そうした方たちがこうトランスジェンダー、えー、ということになりますよねで、まあ、このトランスジェンダーにそれからまクエスチョニングのところこれはもうまさにそのお自分の性的指向性っていうのがね えーまあ、ジェンダーのジェンダー認識及び性的指向性が定まっていないっていうことなので例えばまあクエスチョニングのところにこう関してはそこはもうセクシャルプレファレンスはその言葉からではちょっとわからないっていうのがありますね、まあ、なのでこの話の中で、えっと、133番の話の中でアトさん自身がまあストレートですとで私もストレートですって言いましたけどストレートですっていうだけだったらばわからないんですよね性的指向性っていうのは例えば男性がストレートですって言った場合には 男性が女性を愛するというストレートもあるし男性が男性を愛するというゲイの意味でのストレートもあるわけなんですよね。だから男性がストレートっていうそのストレートっていう言葉が何かそのセクシャルプレファレンスを一つのものに同定していくね特定していくっていうわけではないっていうね、まあ、そのところをちょっとこう伝えようとしてたんですけどもあの説明はそこはちょっと説明足らずだったかなというふうに思います。なのでストレートっていう言葉単にストレートっていうところ言葉はですね 今述べたような、まあ、男性が女性を愛する、女性が男性を愛する、ゲイの人が男性を愛します、それからレズビアンの人が女性を愛する。というようにですね、まあ、ストレートっていう言葉は、まあ、表現にこう、ストレートという表現は非常に多岐な、えー、意味を持っているということですね。まあ、ここで、ね、ちょっとこうあの押さえておいて、えー、いただければなというふうに思いました。 でもう一つの補足事項ですね。まあ、それは132番の方で、まあ、サイケデリックセックスセラピーについてちょっと扱ったところですかね。まあ、これはあのレターを送ってくださいました、えー、マッシュ・カマーさんですかね。えー、その方のお話の中で、まあ、私もこのマッシュ・カマーさんの,あのお話すごく共感している部分がありまして、まあ、それは何かっていうとこれはまあ本編の中でも話として出てきましたけれども、まあ、やはりそのサイケデリックスを摂取したことがある方。 とないい方っていうのは、まあ、これは話していても分かるしまたさらには、まあ、私はそのもともと「アスカすを最初に飲んだ時には、えっとまあ、話を聞いてみての世界観のところと,、まとはまあと目の動向の開き具合とかね細かな話ですけれども、まあ、そういうところから、まあ、これは物理的に見えている肉眼の開き具合っていうのはも,もちろんあるわけですけれどもあ何かこの人第三の目が開かれて いいるなーっていうのはその感覚とかね、まあ、こうしたものを複合的にこう総合的に考えてみてサイケテリックスを摂取したことがある方とない方っていうのはかなりのこう角度であの分かるかなっていうねもちろんこれは100%当たるわけではないですけどもああえー、あなたも摂取したことがあるんですねっていうことあなんとなく分かってましたよっていうことはよくやっぱりこうありますかね。まあ、私のののオランダの親友の おメルビンとかね、まあ、やっぱりもうサイケデリックスの話をよくしてましたし話をする前のところで、まあ、やっぱりもうあのサイケデリックスを摂取したあこ,ことがある方の、まあ、直接体験お、まあ、よびそこで知覚される内的体験や、まあ、ビジョンね知覚されるビジョンおというものはやっぱりこれはもうかなりサイケデリックス固有のものがこうあるんで、まあ、それを見たことのある人と見たことがない人体験したことがある人ない人ではやっぱりそこは差はあるかなというふうに思います。 ただここにちょっと注意が必要なのは、まあ、このサイケデリックスっていうものに関しても、まあ、これ少しこうサイケデリック哲学、まあ、フィロソフィー・オブ・サイケデリックスでも用語として出てきているサイケデリック・エイリート主義に陥らないようにするってことが大事なわけですねでこれはよく性に関してもある話だと思いますいつバージンを卒業するかですねそこで自分は体験したことがあるっていうのとその体験したことがないっていう体験のあるなしで体験した人がある あるる人がマウントを取るみたいなこととっっててよくその性のの性領域ででもあると思ううんですねね若い頃ってい頃は特に、ね、でこれはサイケデリックスとかでも同じで、まあ、特に日本のような、まあ、サイケデリックスにのは完全にこうレギュレーションで規制されているような国においてはむしろ体験している人の方があの少数で、えー、あるだろうし、まあ、逆にオランダのようなサイケデリックスに関してオープンの国であればあるほど、まあ、その体験をしてない人を探すことの方が サイケデリックスおよびそのカンナビスまで入れた場合にはですね、まあ、体験してない人を探す方がまあ難しいっていう国そのお国柄、えー、文化制度上の違いというのももろもろあるわけなんですけど特にまあ日本においては、まあ、この特にサイケデリックスを体験したことがあるということをお持ってですね、まあ、マウントを取らないようにするようなサイケデリックエリート主義、まあ、これはちょっと注意が必要かなというふうに思います。これもかつて自分自分身が 15年前にアメリカに行って、西海岸でねあの、アヤワスカを,を接種した時き、まあ、これはもうかつての話あの、かつてのラジオの中でも紹介したかと思いますね。えー、これはまあ連邦政府の中で、あの宗教上の自由、宗教儀式のためにアヤワスカを用いるっていうのは、アメリカではまあ連邦政府レベルで認められているわけですね。州法を超えた連邦政府の法律で認められている。 まあなのでその規制にの基づいたこう形で、まあ、最初のアヤワスカを体験した時に、まあ、やっぱりそれはもうあの他の何者にも代え難い体験だったんですね。でもちろんこの意識の状態という観点からすればアヤワスカがたどりうるアヤワスカが知覚されてくれる意識の状態および意識の内容体験内容ですねコンテンツにこう関してはもちろんこれも男女の高次元での性的交わりや えー、ビパッサナー瞑想例えばまあ14日間ぐらいのリトリートに参加したとかですねあるいはまあもう座禅を何日もあのー、するとかですねもう連続でぶっ続けでするとかで知覚できるようなもの似た体験はあるんですよただやっぱりその実践が異なればそれやっぱりそこには共通なものもあるけれどもおサイケデリックでしか体験しえない、えー ももののっていうのも当然あるわけですね実践領域が異なればやっぱりそこにはその,その実践固有の価値、えー、その実践があ持つ型に沿って開かれる体験っていうのがあるわけなんでサイケデリックスに固有のものもありますとただ今繰り返しになりますけども述べたように他の実践でも似たようなですね100%同じじゃないけれどもニアリーイコールや80%イコールぐらいの体験ができるような道もありますってことですね。 まあここもちょっと抑えてておいて欲しいしなといいう,うに思まました、まあ、なのでこのサイケデリックエリート主義ね、まあ、特にまあここから、まあ、欧米ではもうあのこぞってまあ非常に名門大学がもうサイケデリックスに関する科学研究まあもうこれはもうまさに、ね、サイケデリックルネサンスという形で非常に大きな潮流として科学研究はこう進んでいますしまた実践レベルでもサイケデリックスを用いたセラピーサイケデリックアシステムセラピーのようなものがもうあの 例えばまあアメリカにおいて資格を取得することが、ね、できてくる、できている、もう土壌が整いつつありますしまた欧州においてもです、ね、サイケデリックスの,このアシスティッドセラピー、まあ、これももう資格が、ね、あの取れるような状態にもなってきているので、えーまあ、この辺りはまあちょっと日本と、ねまあ、事情がこう違うわけですよね。な、まあ、なののででここ,でちょっとこうもう一度繰り返しになるのは まあ、あの私も注意をしないといけないなっていうのは、まあ、サイケデリックスの体験、まあ、これがやっぱりもうユニークですしまああのもちろんこれはセットセッティング動数副用量のところによりますけどまだ、あ、ハイ動数の体験をしたその体験で得られるものっていうのはまあなかなかちょっと他の実践では得られないようなものであるゆえにですね、まあ、逆にその体験を新生死してしまったり特別し,しすぎること。 それをもってサイケデリックと体験していない人に対してマウントをね取らないようにしていくっていうねこのサイケデリックエリート主義には陥らないようにしていく必要があるかなとまあ逆にいけばですねこのサイケデリックエリート主義というものをあのノブリスオブリージュですかね、えー、つまりサイケデリックを体験した機会に恵まれた人が果たすべきやあの責任っていうのもあると思うんでその マウントを取るようなエリート主義ではなくてそのサイケデリックスを何かのご縁で摂取することができた人はその体験を通じて得られた英知これを社会に還元していくという責任があるんじゃないかなとまあそれが何かこう本当の意味での健全なエリート主義だと思いますねそういうのを体験できた暁にはきちんとその得られた知恵や体験というものを何か社会に共有していく。 いは、そこで得られた洞察というものを何かですね、社会に有益な形で還元していくというようなそのあり方。まあ、こうしたあり方はですね、私も忘れたくはないなというふうに思っております。まあ、以上はですね、132番と3番のラジオに対するちょっとした補足でありました。ではですね、また次回のラジオも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。